人によっては嫌な気持ちになるかもしれない内容です。30年来の友人がいた。 A 子とする。彼女とは結婚したのが1ヶ月違いで、互いの夫が偶然同意年だった。でも全然タイプが違ってて、 A 子の旦那さんは典型的なマイホームパパ。一人娘の入園式に始まり、高校の卒業式まで全て夫婦で出席してた。もちろん参観日や運動会にも平日なら必ず有給取って参加してたらしい。とにかく家庭第一で、上司命令でも残業や休では徹底して断っていたそうだ。当然出世には興味がないそうで、家族を養っていける収入があればそれで OK だと。 A 子も同じ考え方で、家庭を大事にしてくれる夫で幸せだといつも言ってた。 A 子が幸せならそれでいいし、私には何も言うことはない。だけど時々そんな A 子から、私の夫をもしかして見下してるの？と感じることが時々あった。私の夫は別に仕事人間ってわけではない。家庭を大事にしてくれるし、仕事も一生懸命やる、ごく普通の夫だと思ってる。だけど子供の入学式や卒業式に出席したことはない。運動会には4度ほど一緒に行ったことあるけど、子供と一緒にお弁当を食べた後仕事に戻ったりして、最初から最後までいたことはない。単純に仕事が忙しいからってことで、子供も父親の仕事はよく理解してくれているから、ちょっと顔を出してくれただけで大喜びしてて、我が家的には何の問題もないんだ。なのに A 子に言わせると、子供がかわいそう、家庭をなんだと思ってるのかしら。ああいう人、夫は家庭を持つべきではないってことらしい。それを言われるたびに否定し、私も子供も夫には感謝しかないし不満もないって言うんだけど、本当の幸せを知らないからそう思ってるだけなんだって。いくら長い付き合いとはいえ、私の愛する夫、私の大切な家庭をそんな風に言われると腹が立つ。それで5年ぐらい前から連絡を一切絶った。で、先日 A 子と偶然再会したんだけど、驚いたことに離婚してた。旦那さんうつ病になって会社も辞めたらしい。で、いろいろあって離婚したって。あんな明るい旦那さんだったのにってびっくりしたら、なんかうんと、トシカの上司に毎日頭下げなきゃいけなくなって、トシカに顎で使われて、気がついたら年収なんか同期に倍以上差をつけられて、仕事が嫌になっちゃったらしい。なんかがっかりしちゃったとか、結局楽したいだけの人だったのよねとか、夫選びに失敗しちゃったのよね私とか言ってるの聞いて、なんだかげんなりした。マイホームパパ最高とか言ってたのに、そのパパを支える気はなかったのね。っていうか、出世に興味のない旦那を肯定してたのも A 子自身だし、仕事より家庭第一の夫最高って言ってたのも A 子。何なの一体。